おはよう。新庄くんだよ。今回は、モンスターハンターライズのバゼルギウスの倒し方を紹介するよ。バゼルギウスは4月28日のアップデートで追加されたモンスターだよ。このモンスターは爆弾攻撃がめんどくさいし、攻撃力も高いよね。倒せなくて困ってる、初心者さんから中級者さん向けに、新庄くんがバゼルギウスの立ち回り方を解説していくよ。新庄くんがやる攻略っていうのは、10分バリー内に撃破、とか、裸でクリア、みたいなスーパープレイじゃなくて、安定した時間で確実に倒すっていうのを目標にしてるよ。だから、モンハンライズでハンターデビューしてあまり狩りに慣れてないって人とか、普段は上手な人にくっついてやってるけど、一人でも狩れるようになりたいなっていう人は、新庄くんの動画を参考にしてほしいよ。一人でも自信持って狩れるようになるから安心してね。じゃあ早速やっていきましょう。まず、バゼルギウスなんだけど、何が困るって、爆弾を出す攻撃がすごくめんどくさいよ。移動時や起こった時に、周りに爆弾を撒き散らすよ。この爆弾は、設置してから一定時間経つと爆発して、当たるともちろんダメージを食らっちゃうよ。だから慣れない最初のうちは、バゼルギウスに近づきにくいんだよね。あと剣士よりは、ガンナーで行った方が、戦いやすいと思うよ。でも新庄くんは、体験しか持ってないから、今回は、体験での攻略動画になるよ。まずは準備、ハンターノートで確認したら、属性は雷、氷、竜の順に効果的だってわかるよ。大剣とか切断系、武器を使うときは、頭と尻尾が攻撃が通りやすくて、その次がお腹だよ。ただ、怒って灼熱化してるときは、肉質が柔らかくなる部位もあるから、それは覚えといてね。装備は、リオレウスの上位装備にすると、非耐性がついてていいよ。フルセットで装備するとスキル、攻撃7と、破壊王がつくから、部位破壊がしやすくなるよ。でもまあ、新庄くんの場合はこんな感じ。雷属性の体験ないし、会心が出やすい、ナルガの体験でいくよ。装備の非耐性あんまないけど、気にしない気にしない。スキルもなんかバラバラだけど、気にしない気にしない。とりあえず火力上げといたよ。持っていくものは、各種回復と、閃光玉。バゼルはよく空飛ぶし、飛んだら閃光玉が有効だよ。お団子スキルは、新庄くんは、こんな感じで発動させたよ。バゼルの火力が高いから、防御力と回復量を上げてみたよ。次に、バゼルギウスの立ち回り方っていうか、戦い方のポイントを3つ紹介するよ。1、回り込んでお尻を狙え。バゼルギウスは、爆弾を撒き散らすからすごく、めんどくさい。でもね、バゼルギウスの背後には、爆風が来ないことが多いよ。尻尾にも攻撃が通りやすいし、回り込んでお尻を狙うよ。こんな風に、お尻を狙うよ。前方に爆弾撒いてるの見てから、お尻を狙いに行ったらより安全かも。2、かけり虫を使ってジャンプ攻撃。バゼルギウスは、すごく動き回るから近づくのが大変。だからかけり虫を使って、ジャンプ攻撃を入れましょう。かけり虫でジャンプ攻撃して、当たったらすぐ離れる。そうしないと、次の攻撃で爆発に巻き込まれることがあるよ。バゼルの攻撃力は、上位だけあってすごいよ。ダメージが結構大きいから、こまめに回復しようね。3、火属性やられはローリングで直す。バゼルの爆破に当たると、火属性やられになってじわじわと体力が減るんだけど、これは何回かローリングすると治るよ。以上、この3つに気をつけて立ち回りましょう。そうそう、バゼルはよく空飛ぶから、飛んだら閃光玉で落としてやるといいよ。さて、ざっくり立ち回り方が分かったところで、次はバゼルギウスの攻撃パターンを見ていくよ。1、口から火球を出す。正面に火球を打ってくるから左右に避けるよ。 B、
避けたら頭に一撃入れてもいいよ。でも負荷を置いせずに、一発当てたらすぐ逃げようねー。爆弾を撒き散らした後に火球を出すパターンもあるから、覚えといてねー。2、爆弾撒きながら体当たり。左回りに動くと避けやすいよう。3、近づいてきて噛みつき攻撃。これも左回りに動くと避けやすいよう。4、尻尾から爆弾を出して、尻尾で叩きつけ。この攻撃はバゼルの後方、尻尾周辺が危ないよう。前方は大丈夫だから、もし前方にいたら攻撃しようねー。ちなみに、こんな感じに爆弾撒くけど、半円に巻いてから後方に飛ばす時もあるから注意してねー。この数字の順に爆弾撒くよー。6、爆弾を前方に出して頭からタックル。正面にいると攻撃を食らうよー。左右に避けましょう。怒ってる時はこんな感じ。ちなみに、通常時は、こんな感じに爆弾撒くけど、怒ってる時は、こんな感じに爆弾を撒いた後タックルしてくるよう。注意してねー。こういう撒き方することもあるよー。そうそう、言い忘れるところだった。怒ってる時に撒く赤い爆弾は、通常時に撒く黒い爆弾よりすぐ爆発するから、これにも注意してねー。7、飛びながら爆弾を落としつつ数回往復。最後に急降下で突っ込んでくるよー。大技だねー。爆弾は頑張って前線とか虫とか使って避けてー。飛んでるバゼルの真下にいると当たりにくいよー。新城くんは最後の急降下アタックに結構被弾してたんだよー。でも体力こまめに回復ちゃんとしてたら即死はしないはず。バゼルが飛んでる時に閃光弾投げてもいいと思うよー。8、爆弾撒いての仕掛かり。頭を上げて爆弾を撒いたタイミングでかけり虫でジャンプバットを攻撃するか。バゼルの後ろには爆弾はないから、後ろに回り込めば攻撃ができるよう。9、ふわっと浮いて爆弾を出しての仕掛かり。ハンターが近づいて攻撃をした後にこの行動をすることが多いかも。バゼルの周りに爆弾が設置されるから、すぐ離れてねー。近くにいて攻撃してたら爆風食らっちゃうことがあるよー。こまめに回復してたら大丈夫だよー。回復大事だよー。遠くにいてこの攻撃を見たら、かけり虫で飛んで、バットを攻撃入れようねー。10、爆弾を撒いて低空飛行。これは左右に避けたらいいよー。バゼルの着地後、追いかけて後ろから攻撃するのもいいと思うんだけど、爆発してるから走って攻撃よりかけり虫で飛んで攻撃の方がいいねー。だいたいこれだけ覚えてたら大丈夫だよー。バゼルはよく動くし、近接武器だときついんだけど、相手がどの攻撃を出してるのか見極めて、かけり虫を使ったヒット&アウェイで戦うよー。最後は、新城くんがなんとなくバゼルギウス、買ってみるのを一通りやってみるから、参考にしてみてねー。
ろしくお願いします。尻尾狙いのため攻撃が頭に。こういう時もあるよね。当たらなかった。うまく当たらなかったけど、細かいことはよし。怒ってる時に頭に当たったから、いいダメージ出たよ。
バゼル見失って急降下食らっちゃった。閃光玉投げれたらよかったねから捕獲して終わりだよ。現実にあって、だいたい15分くらい、みんなもやってみてね。最後に自己紹介して終わります。新城くんは、高知県須崎市のマスコットキャラクターをやってるよ。新城くんの地元の須崎市は、お魚が美味しい町だよ。モンスターハンターの動画をこれから、たくさんアップする予定だから見てね。動画が面白かったり、ためになったり、なんで、市のマスコットキャラちゃんがゲームしてるの。ってびっくりしたら動画にグッドボタン押してください。コメント書いたり、チャンネル登録もよろしくね。新城くんでした。